あなたが5手です。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、振り飛車よろしくお願いします。はい、ということでね、ゴイラ公演チャンネル復活いたします。いやー、皆さんお元気でしたでしょうか。あ、はじめましての方いると思います。どうも、ゴリラと申します。よろしくお願いします。あの、いつもパンツを脱いでます。よろしくお願いします。そうですね、ついに本日からゴリラ公演チャンネル復活いたします。イエーイ、パフ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 ということでね、やっていきますよ。相手が振り飛車なので、左側のパンツを狙っていってるような感じですね。はい。で、休止前はですね、チャンネル登録者数が1000人超えておらず、まあ、確か950人とかそのぐらいだったんですよ。で、直前、通信不調はいかん。通信不調はいかん。ちょっと待って、通信不調はいかん。それはダメだ。それは良くないぞ。ちょっと待って。なんで、これ一発目なんだけど、テイクワン通信不調は良くない。あ、戻るんかい。ということでね、ゴイラ公演チャンネルっぽい。いいですね。さあ、これパンツ脱げるのか？怪しい。怪しい動きしてる。相手が。イビサーナグマ。脱げない。脱げないじゃないか。パンツ脱げないな、それは。まあ、パンツ脱げなくてもね、もうこれは動画としてあげましょう。ちょっとね、テイクワンで、復活の、動画にしたい。じゃないと、ちょっと新鮮さが出ないから。で、何の話でしたっけ？ああ、そうそうそう。休止前は、チャンネル登録者数が、まあ、1000人超えてなくって、で、まあ、ちょっとこのまま休止したら、どんどん減ってしまってね、800人、600人、500人みたいな。で、復活する頃には、ああ、また500人だよ、みたいなところからスタートかなと思ったんですけども、開けてびっくりですよね。はい、1100人っていう、ね、なぜか増えてる現状に、私はすごいびっくりしている状況です。もう皆さんのおかげですね、これはね。本当に。ね、休止していたにもかかわらず、温かく見守っていただいて、本当にありがとうございます。もうね、まさか増えてるとは思いませんでした。てかね、休止してある、してる間に、1000人超えてしまうっていうね、この間の悪さ。これぞゴリラ公演チャンネルって感じですね。いやー、ちょっと負けそうだな、これ。やばい。やばいぞ。やばいぞ。大丈夫か？これ、飛車なりでいいのか？飛車なりでいいのか？飛車なりでいいか？飛車なり底風でやばくない？それ。飛車なり底風はやばいな。飛車なり底風、香車取る、桂馬飛び。一回こっちになってみるか。これどうする？どうする？ほう。ほう。いやー、これ、なんか5二銀打ちとかでどうなの？いや、よくないか。そこ。そこふ。で、あ、それで、まあ、その間が悪いっていう話なんですけど、久しぶりに見てくださってる方は、あれって思ったかもしれないんですけど、ちょっとしれっとね、広告がついてると思います。7分。はい。それも、はい。すいません。
趣味で始めたチャンネルだったんですけども、1000人ね、超えて、収益化までこぎつけることができました。うん。これもね、皆さんのおかげだと思います。本当に。ありがとうございます。そうなんですよ。収益化しちゃったんですよ。ついに。収益化しちゃったんですけど、まあ、やることは変わらない、このゴリラ公園チャンネルでございます。もう、ずっとパンツを脱いでいく、そんなチャンネルです。これどうするんだよ。これ、金取って、大丈夫？金取っても大丈夫なやつ？金取って大丈夫かな？どっちの金取るかですよね。左上の金取るか、右下の金を取るか。左上かな。左上の金取って同玉にどうするかですよね。いや、でも歩使えないんだよな。ここは一旦金を取るか、右下の。いや、でもその後どうするんだよっていう話なんですよね。駒毒は裏切らない。駒毒はいつでも裏切らない。てか、ね、どんなこと喋りながら将棋していたのかももう忘れちゃってますよね。で、今収録してるんですけど、動画の編集の仕方とかもあんまり覚えてないし。てか、これ何この銀何これ、ね、ただだよ。これただじゃない？ただだよね。間違えた？ただでいいんだよね。ただ、なんかあるこれ。桂馬打って終わるみたいな。あー、わかった。はい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 。取ると、同歩に、桂馬取りましょうってことですね。で、同竜とすると、桂馬打ちから詰むってことなんで、はぁ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 。なるほど。金打ちましょう。駒毒は裏切らない。これ、同角の後の同歩に銀あたりになってるんで、どうすかっていう。これ取って。これ、駒毒裏切ってないですよ。だいぶいい。そうそう。で、なんで休んでいたかっていうのをちょっと、まあ、3ヶ月ほど休んでいたんで、理由を話さなければならないような気がしないでもないんですけども、昨今のね、ネット事情怖いですからね、まあ、詳しいことは言わないんですけども、家事と育児と看病と仕事で余暇がほとんどありませんでした。で、まあ、少し落ち着きを見せたので、復活していこうっていう試みですね。まあ、このゴリラ公園チャンネルではあんまり言ってなかったですけどね、私のプライベートに関しては。なので、まあ、ね、育児とか看病とかちょっと思ってる方もいると思うんですけども、まあその辺はね、詳しいことはね、気になさらず。まあいつも通り、まあこれまで通りね、やっていくのでね、変わらず愛していただければと思います。すいません。愛してるとか言ってすいません。そういうキャラじゃないですね。はい。で、すいません。以前のようにですね、毎日9時更新をしていたと思うんですけども、ちょっとそれがですね、まあ、いろいろなことがあるので、ちょっとね、毎日9時更新ができないかもしれないっていうのが今、正直なところなんですよね。なので、なるべく毎日更新とさせてください。まあ、なるべくなので、ほぼ毎日更新はすると思うんですけどもね。まあ、多分ですよ。で、以前はですね、21時に毎日投稿してたと思うんですけども、まあ、投稿時間もですね、日々のタスク事情によっては変わりそうな気がするんですよね。なので、更新、その投稿する時間が、朝になるかもしれないですし、夜になるかもしれないですし、まあ、ギリギリセーフの12時前とかですね、
その辺かもしれないですし、まあその辺は適当ということで、うん、まあなるべく毎日あの投稿はしたいかなって思ってます。うん、これどうするんだ、時間がないっていうのもあるぞ。銀打ちか銀打ちファイヤー。まあそうですね、なかなかねちょっとリアルが忙しいって言ったらね、まあ時間は見つけるもんだよって言われる人もいると思うんですけどね、ちょっと寝不足のまま仕事するのも危ないですしね、ということでまあリアルも頑張りつつ、このゴリラ公演チャンネルも頑張りつつっていう感じで行かせてください。これ いけるんじゃない、これ各切りからいけるんじゃないか。あ、でこの3ヶ月間は将棋は一切してませんでした。なので気力は落ちてると思うんですけども、3切れの達成率がですね、あの 6% 台っていう崖っぷちからのスタートということなので、まあとりあえずは2段に落ちないように頑張りたいと思います。でもパンツは脱いでいきたい。この動画でねパンツ脱げなかったんでね、ちょっと次回からねパンツを脱いでいこうかなと思っております。これ金打って勝ちじゃないか。ほらこれで勝ちじゃないか。ん？今詰みあったか？あ、詰みあったっぽい。あ、やらかしたわ。あ、うん？詰みなかったか？あ、わからん。わからなかった。でもこれで勝ちな気がする。うん、これは詰みですね。よーし！復活の試合を勝利で収めることができました。なので、明日から毎日、あ、違う、ごめんなさい。明日からなるべく毎日、不定期更新で、ゴリラ公演チャンネルやっていきたいと思います。今後ともぜひよろしくお願いします。ちょっと不定期更新になるのでチャンネル登録とかしていただけると、トップ画像に表示されたりすると思うんですよね。なので見逃したくないって方はこの際にチャンネル登録をよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。